海と日本。香川県の海の現状を学習する香川シーマスター海の食を守り隊が県内の小学生18名によって結成されました。会場となったのは観音寺港の沖およそ10キロに位置する良質ないりこの生産で有名な伊吹島。今回はここでいりこについて学習します。まずはいりこやちりめんの漁獲量が減少していることについて学習しました。卵を混ぜて漁獲するということをやっています。ちりめんやかえりの漁獲量が減っている中でも漁業者の皆さんが卵を産ませてから漁獲するという資源管理に取り組んでいるということをこのイベントを通じて勉強するきっかけになっていただけたらと思っています。次に船に乗っていりこやちりめんの餌となるプランクトンを採取観察します。プランクトンのがどれだけそこにいるのか、今の瀬戸内海の現状というのを知っていただくことができたのではないかと思っております。プランクトンの観察や他のことについて学べてとても楽しい一日になりました。プランクトンを瓶に入れてみたときにプランクトンが瓶の中でぴょんぴょん動き回ってるのがいたのが面白くてすごい楽しかったです。この日の楽しみの一つ、昼食はいりこ尽くしのお弁当を美味しく味わいました。また第2弾として海の食を守りたいは森と海のつながりについて学習する予定です。海の食を守りたい。最後までご覧いただきありがとうございます。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。